まあ、直接対戦するわけではありませんが、相手が森下投手、オリンピックでもいいピッチング続いていて、周りが随分とその辺にも注目したと思いますが、その認識はどうだったんでしょうか。いや、もうテレビでずっと見てましたし、投げ合えることを本当に幸せに感じて、頑張ってました。本当に茂る投手になりました。どんな思いでこの投げ合いをしてたんでしょうか。まあ、いざ投げてるときは相手が森下君とか関係ないので、一人一人バッターに、集中して投げてる結果だと思います。まあ、その一緒のバッターを含めて1ヶ月間の中断、お二人さんはどんなことを考え、どんなことを修正して勝利に臨んだんでしょうか。そうですね、前半戦終わった時にもうシーズン終わったぐらいのつもりで、まあ、ゼロからじゃないですけど、しっかり体を作り直して、それがいい形につながって良かったです。というような、ここから新しいシーズンが始まる、そんな感じの今日はご勝利だったんでしょうか。そうですね、もう今日が1試合目ですので投げてましたし、これから最後まで、いい状態で過ごせればいいかなと思います。今日のブルペンの見せてブルペンにも背番号98が発言されていたと思います。藤谷さんも同じ記者としての木下雄介さんへの白星を受けたことというのはどう思いますか。すいません、ちょっとそのあたりはコメントをやめておきます。わかりました。じゃあ新たなスタートの中断後の後半戦、藤谷さんまだ5勝ですけれども、9つ負けている借金、ご自身で抱えている部分も返済していきたいですね。まあ、もう目の前の1試合集中して、やることやるだけだと思っているので、次の試合もいいピッチングできるように